さを測って14.9、太さが多分 1.69 だから1.7 ですね。はい。でネジの径が1.34。これだけ出っ張ってるんで、これを修正します。ドライバーの入る溝を全部なくすぐらいまでがちょうどいいや。で削りますか。バイスで固定するんですね。うん、この場合は、まあ、平らにやんなくてもある程度決まってたら斜めの先にどんどんやっていっちゃっていいんですよ。へ、後で直せばいい、平らにすればいい、こうやってこの方が多分早いと思う。でこうやって平らにしていく。これで大体で、どうしてもするから脇に出っ張っちゃうんで、うん、それをちょっと回しながらこう削り落としてもらえば、割りが出ちゃうんで、割りを落としてもらって引っかからないようにしたら、ここで登場するのがこいつです。はい、ヤスリでーす。ヤスリ、ヤスリ、ここにヤスリがついてるんです。ここだけ、ね、じゃないと削ってっちゃうから横も、うん、で、早すぎでこれを作っていけば、で、これで真ん中ちょうど中心に来るようにまず斜めに1回入れてもらって1決めをして、で、決まってったらだんだんこう徐々にこう持ってくる。で、分かりづらかったら逆側に、これも斜めにこう交互にやってって最後に真ん中を落として平らにするような感じの方が早いと思います。こうやってやったらある程度の溝ができたら上を削って平らにする感じ。これまだちょっとほら、これだけ出っ張っちゃうからまだ微調整が必要なんで、磨けばもっといいよね。これも削ったままになっちゃってるからちょっとザラザラしちゃってるけど、より細かいのに変えていけばもうちょっと滑らかになるかな。ヤスリの1000番2000番とかでちょっとやすってもらうとちょっとツヤが出る感じ。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。